ロックマイクゼ3ブラック、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、動物園だ。楽しもうぞ。私のプレイ遅いわ。自分でここを指定したのに遅れなんてもう。待ち合わせの場所間違ってんだろうな、多分。ゴリラなんか目赤くない？サラの仲間のうちで最も体が大きく力持ち、一見怖そうに見える彼らが、その性格はとても優しく繊細。熱帯の森に住み、主に果物や葉っぱを食べて生活している。乗り越えれるやろ、これ。なあ。お、いいとこに来たな、ネット。昼飯の待ち合わせ場所を言い忘れてたぜ。動作見てまたら、ライオンの乗りの前に集合な。遅れんなよ。おーい。お兄ちゃんは睨み合いも誰でも負けないでしょ。ゴリラと張り合うな。猿のボスは猿山の頂上にいるって本当なの？私の知的好奇心をくすぐるわ。頂上にいるとも限らんよな。今度は明らかに、見下した態度でこちらの様子を伺っている。キリンはツーンとそっぽを向いているな。全体的に塩対応なんだな、ここ。お、すげえ、見てみなよ。僕の腰なんかよりも、ずっと太いよ。どうやら、メスの錦鯉のようだ。相当苛立っているらしく、荒々しく体をくねらせている。なんか全員、あれか？なんか、機嫌悪い感じ？パンダなら、実は熊の一種なのだが、そんなことすら忘れさせる可愛さだ。フラミンゴとカバだ。お互い縄張りを主張しているのか、ピリピリとした雰囲気だ。一緒にするなよ、じゃあ。なんか全体的にイライラしてるよな。ライオンは牙を向きながらこちらを威嚇している。怒りに満ちた瞳だ。何したの？え？ゾウは決してこちらを向こうとはしない。ゾウの尻尾が、フンを掴んだ。今まさにそれを、こちらに投げつけようとしている。やばいやばいやばい。あ、落ちてる。ふっといのが。オスの錦蛇だ。頭を、壁にこすりつけて何かを耐えているようだ。なんか電波とかやってんのかな。去年までコアラがいた。リスたちは世話しなく。鳥たちがけたたましく泣きながら狂ったように。オウムが何羽かいる。しかし少しも喋ることなく、ただじっとこちらを見つめている。あー、なんかやられてんな。とりあえず一通り見たからライオンのとこ行ってみる？あれ、誰もいないぜ。ネット君が一番乗りみたいだね。そっか。お待たせ。遅いぜ。珍しいね、ネットが一番乗りだなんて。あとはデカツさましね。ねえ、それより気づいた？もちろん、この動物園、猿山がないってどういうこと？これかなり、肩透かしなわけよ。じゃなくて、動物たちなんか、みんなちょっと怖くない？そういえば、ここの動物なんか荒っぽいよな。まあ、私の場合は、本場、アフリカの野生動物を見慣れてるからなんてことないけどね。めっちゃ切れてんな。ネット。あ、でも檻に入ってるから大丈夫だぜ。鳴らしないわね、あなたたち。今回は耐えたわ。多分。ざわ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 。え？ざわざわって何？いかん。ネット何？なんかヤバげな雰囲気だな。チュケてー。しさおか。おおおお。たチュケてー。あれ、ちさおちゃん。ちさお持ってかれたな。ちさお。ネット、あ、俺行ってくれ。うおー、やべえ。うわ、キャー。やばいけど、ちさお助けに行くぜ、みんな。いや、出てんのやばいだろ、これ。ライオンと目が合った。これ以上進むのは危険だ。ヘビもいるな。そう、ゾウもいる。こっちか。ゾウはピクリとも動かない。とてもじゃないが通りそうにない。
うわ、キリンが。葉っぱを食べており、こちらに気づいていないチャンスだ。大変だ、子供を掴んだコンドルが動物園のゲートの方に飛んでいったぞ。お、行くよ。うわ、ゴリラが。ダメだ、ネット。誰かが向こうから鍵をかけやった。師匠、コンドルが向こうに行ったのは分かってるのによ。どっか行けないか、これ。あ、ここなんか、行けそう。あー、これ、温泉か。え？草、なんでこんなとこに。うんこが、うんこが落ちておる。廊下に出ると蛇が出るし、このままと匂いが、しくしく。え？蛇？いる。いるけど、まあ、全然通れる。とりあえず、よかよか村は出よう。ここにいたら どんな動物に襲われるかわからないからな。これ、責任問題だよ。てか、考えるとなんか、胃が痛くなるな。動物に何かあったみたいだね。けどね、こういう時一番大事なのは、まず落ち着くことだよ。え？ちょっと待って。ちょっと待ってね。いや、断ったわけじゃないんですよ。セーブしたくて、すいません。この人なんだ？何マンだ？メタルマンか。あ、外した。痛い。よし。はい。あぶ、あーつ、そうしてくるんですね。また来るとも分かってたんだけど。行きたいタイミングでさ、この歯車がさ、あってすごい邪魔なんだよ。回復しとくか。こいつ強いな。やばいやばい。避けられれば大したことはないはずなんだけど。手前に来い、手前に。全然手前に来へんやん。なんでだよ。全然来ないじゃん、こいつ。はい、はい。やばい。よしよし。オッケー。これでとどめだって。ずるいよ。メタルマン M。嘘、当たりのメタルマンが負けるなんて。あんた相当やるね。メタルマンは威力はどんなもんだ。サイドガン。目の前か。目の前は微妙だな。こんなもんかな、今んとこは。もっと攻撃できたはずだけどな。ヒカ君よかった、無事だったのね。まだクラスの子のほとんどが集まっていないの。デカオ君やメイルちゃんたちは大丈夫？ヤイトのことも言ってやれや。あ。暇そうにしてたな。出れない。でもこっち来て大丈夫なのかな。ネト君、あそこ鉄塔の上。ちさお、僕デカオ君たちを、デカオ君たちに連絡するね。ちさお君見つかったって。頼む。よし、待ってよ、ちさお。今助けてる。危なくね？いった！あのコンドル、僕たちを鉄塔に登らせないつもりだ。くそ、一体どうしたら。さあ
ねえと、ちさおは、あそこなんだ。ちさお、ちさお、ちゃん兄ちゃん、どこで地下って、ここはどこで地下わー、高いっちゅ、怖いっちゅ。ふぅ。あ、気を失った。さお、なんでこんなことに、どうたちが暴れ出しちゃったんだろう。誰か、園長が、園長が、動物に襲われたのか？違うの、私見ちゃったの。園長が事務所で動物たちを操ってるところ。操ってって、どういうことですか？この動物園の動物の体には IC チップが埋め込まれていて、それで健康管理とかをしてるんだけど、園長はそれを悪用して動物たちにプログラムを送って暴れさせてるみたいなの。IC チップだなんて、それで動物を操るなんてひどいです。それも園長がここに来た時に、それでほとんどの飼育員はそのことを知らされてなくて。とにかくごめんなさい。ネット君行こう。誰かが園長を止めなくちゃ。どうやらそれが地下を助ける一番の近道っぽいわね。え？いや、うん、そうかな。そうか。ネット君、そうか、コンドルが邪魔するんだもんな。パンダ社のマルチユニットからなら、動物園のネットワークに入れると思います。そこから、ネットワークのサーバーに侵入してください。よろしくお願いします。すまねえ、ネット頼む。すまねえじゃねえんだよ。私たちの楽しみを奪った犯人を絶対とっちめてみなさいよ。ネット、お願い。私たちはここでスタオ君を見てるから。見てるからっつったってな。なあ。君たちの縄張りはおかしないからね。ね。俺の先は彼らの縄張りだ。入ったら最後、ただでは済まない。数百キロの握力は人間を襲うな。マルチユニット、これか。動物園のネットワークに入ったよ。どっかにサーバーがあるやつら探してくれ。うん、急ぐんな6番。おーい。あ、すごい。さ、かわいいな。ささとパンダが交互に。この地球のマーク、ネットのマークなんだろうけど、なんかメロンパンに見えてくるな。メロンパン食べたいな。よし、ほら、オッケー。あれ、ダブルデリート扱いなのかな。にゃごにゃご、猫タイプのプログラムのようだ。猫、ワンワンワン、犬タイプのプログラムのようだ。ん、チュー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 、ネズミになりきったウイルスが道を塞いでるよ。こいつを苦手なものを連れていけば追い払えるかもしれない。おー、猫か。よし、トリプルデリート。猫なんだけど、その前にデスマッチ。ブヒブヒブヒ、違うな。猫か。よし。あ、コピーダメージ1回だけなんだ。おいで猫。ほい。猫タイプのプログラムがネズミウイルスを食べ、大丈夫？食べたの？食べるって何？怖っ。ムームーン。はえ。ハエってやだな。
ボルテ。やばい。オッケー。シャーシャーヘビ、ニョロ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 、ドジョウ。ヘビもニョロニョロじゃねえよ。違う。 HP メモリー、カエルか。ヘビだね。やばい。よし。納豆。ヘビヘビヘビ、おいで。後ろゴリラがぐるぐる回ってるの面白かったな。あ、これカンガルーか。カンガルーいた？いなかったよな。ラクダもいねえだろ。いないやついっぱいいるじゃん。あ、ゾウだ。いいね、ここ。もぐもぐ。うさぎ喋んねえからって、もぐもぐってなんだよ。のそのそ、カメ。カメも喋らんけどさ。チュー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 、おネズミ。キューキュー。うさぎ？ひどく寂しそう。あん。うさぎ連れてくのか。ロール。はい、オッケー。よし。やっぱ後ろにも感動してくるよな。嫌な予感がして下がってよかった。オッケー。おいで。おいね。うさぎは、うさぎブリスは、喜びのあまり爆発してしまった。切ないよ。切なすぎるよ。喜びのあまり爆発してしまったってなんだ。リア充爆発しろをなんか字で言ってる感じがするけど。切なすぎるだろう。ヤシヤシヤシの実。米米米お米だね。ヤシヤシヤシってなんだ。ありかよそんなん。当たんなかった。やばいやばい。あ、これでいこう。いやー、くそ。2体当てたかったな。よし、まず1体。 OK、 ワンクで終わり。バナナバナナ、クリクリ以外が。なんでもありじゃねえか。うほうほうほ。ゴイラか、バナナだな。ウイルスもバグってんじゃねえか。ゴイラウイルスはバナナプログラムをむしゃむしゃと食べ始めた。何度食べ過ぎてゴイラウイルスは爆発してしまった。怖いよもう。なんかポーンポーン。ボール。もう、なんでもありっすね、これ。でも、こっち側って何があるんだろう。一旦ここで区切ろっか。区切って。
区切って次回この追加でやっていこう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。